しました。鴨駅は、志摩市じゃなくて鳥羽市だったんですね。全然、志摩遊びなんで全然南の方に来ちゃいましたね。一回切るの大丈夫か。バッテリーが持ちそうですから、このまま行きましょう。よいしょ。山田さんの、山田さんのバッテリーの方が切れそうかな、時に。おお、なんか元岡の自転車が走っとる。見える？見えます。そこで自転車今前走っとるんやけど。これあと編集、ドライブ系はやっぱりこんだけ長時間撮るとね、編集が大変なんですよね。さすがの山田さんね、疲れますんでね、喋れなくなっちゃいますしね。まあ、鳥羽方面、ぼちぼちと向かってたらいいみたいなんで。ここは何のバスセンター？磯部バスセンター。よし、鳥羽入りましたよと。さあ。もうちょっとで、もうちょっとで。ああ、着くはずですよ。いいのかな。まあ上位越し禁止ではないですけど、スピード的に大丈夫なのかな。撮ってるといろいろ来ますね。あ、いろいろな車がいますからね。これかな。何か困るって止まって確認しますもんね。ああ、そこでいいや。今のところかな。私ここまで来て思ってませんよ。普通にもう伊勢市で車止めてね、駐車場止めて電車に来りゃよかったんじゃないかななんて思ってませんからね。それが一番よかったよな、もうあそこまで来とったんやから。伊勢市の周りはコインパーキングいくらでもありますからね。お伊勢参り用もありますし、とかいろいろあるんで、ビジネスもね、利用もありますからね。市場にコインパーキングが、探せばね、いくらでもあるんで。止めて、伊豆、宇治山であたりから、電車乗ったら、近鉄なんでこの時間でも全然走ってますからね。8時台でしたしね、さっきの時間でしたら。多分普通に行って帰ってこれただろうな。ここはあれか、王将か。見えます？王将ですね。餃子じゃない王将。船が、ね、まあ、こっからだとちょっともう見えないですけどね。ちょっと夜で暗いから。映らないけど、でっかい船がね、ドーンとね、上に飾ってあるんですよ。有名な土産物屋さんですね。あ、見えました？ユスタカーが横走ってきますね。しばらく並走ですね、ユスタカーと。この辺りは線形の兼ね合いであまり飛ばせませんからね。大阪上本町行きの特急だから、この時間ぐらいまで伊勢島にいても車掌引きしましたね。電車は走ってるんですね。すごいな、この時間に普通に特急。さすがに超空気輸送ですけど、特に1階ブーブーのところは全然お客さん乗ってない。でもまあ、お客さんの姿は。でも、6、7人ぐらいはちらりと、姿が見えましたね。まあ、2階席の方はちょっと乗ってるみたいですね。まあ、そりゃ観光でこの時間帰りやったら、2階席でね、のんびり外の景色に眺めながら、うとうとしながら帰りたい感じですからね。お酒があったらなおよしじゃないですか、もうこの時間。電車ですからね。もうね、お酒もブレイクオンのはずです。
朝っぱらから飲んでる場合もありますからね、うちらが電車で移動する場合は。しまったら来すぎたか。もう大札の方に戻らないとダメか。もうここあれだな、鳥羽駅の近くまで来ちゃってるな。でダメだ、倍以上オーバーランしてますね。どこだ、どこで降りりゃよかったんだ。これハードだろ、これ鳥羽のジャスコですね。ジャスコも閉まってますよ、この時間ですからね。可能性で食品売り場やってるかな。普通にもう伊勢から電車で行く方が早かったな、これ。いいかなって言ったけど、これどこどこ走ってんだ、これ。あれこっちでいいのかな。船津駅でしょ。船津よりは南だよな。その南かも。くっそ見にくい交差点ですね、これ。これ国道に戻ったのかな。さっき通った気がするな、こんな感じ。なんとなく記憶がある気がする、こんな感じ。あー腰痛ー、声が張れない。疲れてんな。拾ってるかなこれ、ちゃんと声。後で声入れ直した方がいいかな。エンジン音に私の声が負けていく。その前にバッテリーもまあまあやばい。そこか、そこ曲がった方が良かったのかな。鴨小学校、あ、この辺りが鴨だ。ここで曲がると、これはどこ走ってんだよこれ。これ鴨川を渡った先の方に駅とかはあるみたいですよね。これだと鴨の集落を越えたのかな。越えちゃってそうですね。大札の方に行っちゃうのかなこれ。びっくりするぐらい行きにくいですね。いや、ちゃんと地図見てナビ入れりゃ多分一発でそんな迷いつくんでしょうけど、道が狭いわけでもないし。国道の方がだいぶ山沿いの方走ってるんですね。で電車の方が比較的海沿いの方走ってるっていう感じなのかな。暗いよこれ。あれ細くなるの、やめて。やめて、細いよ。いや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 、いや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 、ちょっと奥に行きすぎじゃね。
走っとったのに、なんでわざわざこんな奥まで行くはずないよな。違ったと分かっても折り返す場所がないですからね。よし、下手に折り返そうとして失敗すると追突されたりして危ないですからね。かといってランオフエリアが取ってあるような場所なんてまずないですからね。いっそのことさっきの国道にこのまますーっとまた近づいててくれとればいいんですけど、そんな感じでもないもんな。ここか、ここで何か、このくらいのエリアがあったら、よし、切り替えもできますね。さすがに戻ろう、ダメだわ。抜けてもあの岬の先の方のはずですからね。駅もへたくりもないはずなんで、で先のところまでは、ああ何時？9時29分、9時半。おお、なんてこったい。地味にハードねこれ。ああ。こっちに来る。ちょっと行ったところですよね。駅あるわ。どっから入るの？ここ？ここか？え？いやー、これは止める場所か。さあ、参りました。来たはいいね。着きました。まあ、着きましたよと。駅舎も確認はできました。確認はできたんですけど、え、これどうやって駅に入るの？駅舎はそれなんですよ、目の前のね。これが最東端の駅、鴨、三重県の最東端の駅ね、鴨駅ということで、鴨駅ということなんですけど、とにかく入れる場所がない。え、ここは違うよな。え、どっから入るのこれ。入る場所がないですよね。まあ、とりあえず映しときますね。これ鴨駅、こっち、ね、鴨駅ってことでね。これは車で止めれる場所ないな。あちゃー、これは車で来たら大失敗でしたね。もう夜の9時半ですね。ちょっと電車の本数も何も確認もできない。あちゃー、え、全然どこから乗り降りする。どうもこの先のところにあるみたいなんですけど、これね、もう橋桁がね、めっちゃ低いもんでね、この車通れないですわ。
あー、ちょっと止める場所もないんで、ここちょっと止めちゃう、特にもね、あれですから。これはとんでもないところにありましたね。これ上が近鉄の線路なんか。まあちょっと改めて取りに来ようかな。ちょっとこれは車で電車でやっぱ来ないとダメっぽいっすね。それちょっと集落からも離れてますもんね。これは分かりにくい。さあ、ということでとりあえず取れたぞということで、最善の努力はしましたよ。これで今9時36分ね。多分本編的にはね、宇都の駅移して次ここに来てるんですよね。宇都の駅取ってたのが昼の2時3時ぐらいでしたよね。3時4時回ってなかったですよね、あの時間。うん、後で時間確認して出しておきます。うん、ねで次見た瞬間にね、同じ県内のね、何おめ夜の9時ってもう5時間近く走ってるとね、そっから、なんでそんなかかってんのやってね。詳細はね、もうちょっと見といてっていう、ね、あの間のやつをね、後々ね、はい、ノーカットで出せるのかな。一応ね、カメラほとんど回してるのも回してますんでね、出しときますけど、まあ、相当道に迷いのして、間違いのして、今に至っております。まあ、下道に使ったのもありますけどね、だいぶこの辺り道はね、かなりくねくね山道になってますんでね、海岸沿いでもだいぶこたえてます。そして、そのサブの方をね、見ていただいている方はね、途中でね、私が吠えてるのをね、見てると思いますけど、ね、この後泊まる予定だったね、泊まるというかね、快活クラブでね、かげつ希望を起こしてね、まあ、ちょっと休んでと思ってたら、なんとこの近くに唯一ある快活クラブがね、リニューアル中ということで、13日まで、閉店しますということなんで、見事に休憩場所もしないと、いうありさまでございます。